本日紹介するのはグラビアアイドルの鈴木たからさん2000年生まれ千葉県出身鈴木たからさんは母親の影響で小さい頃からファッション誌や洋服に興味がありモデルになりたいという気持ちがあったようです2017年に就営者が発行するファッション誌「SEVENTEEN」のオーディションがあることを知り17歳の時に応募し見事ファイナリストに選出されますそして尊敬する武田れ奈さんが所属するトラスターに応募し同事務所所属となります そして2019年9月には週刊スパにてグラビアデビューを果たしその2ヶ月後には同志の表紙を務めます鈴木宝さんは陸上で千葉県の陸上大会で入賞経験があるようで身長1 6 7センチのすらりと引き締まったボディは陸上で培ったものなんでしょうね中学の時からお尻を褒められるので気に入っているようですがお乳も G カップあるようですのでもはや全身狂気ボディですねまた鈴木宝さんはアニメやゲームが大好きだそうで 家庭教師ヒットマンリボーンや「ハンターハンター」「スラムダンク」などのファンだそうです「スラムダンク」の聖地である鎌倉高校前踏切でロケをした際は感動してずっと写真を撮ったりずっとヘラヘラしていましたと興奮気味でインタビューに答えたようですちなみに私も鈴木たからさんの動画編集中にずっとムラムラしていますのできっと仲良くなれるかもしれませんね2022年11月には初のイメージ DVD「オタでも恋をしていいですか?」を発売 今後 DVD でやりたい設定はと聞かれ次は今までに経験したことがないような設定がいいですと答えていますので次回作はあれに期待してもいいのではないでしょうか鈴木たからさんは現在 Twitter や Instagram で精力的に投稿しておりますので今後の活躍をフォローとともに応援してくださいねご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは女優モデルアイドルなどを紹介していますよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします